いすみチャンネル、皆さんこんにちは。今回は明石市の子育て5つの無償化などに代表されるような、明石市の子ども施策ですねについて少し考え方説明をしたいなと思っています。明石市、もちろん私も発信している関係もありますけども、5つの無料化というのは大変よく言われますが、それだけをしているわけではありません。これもいろんな場所でお伝えしていますけど、全体の予算でいきますと、明石市、大体分かりやすく言うと1年間に2000億円ぐらいのお金が動く。それは当初は明石市の子ども予算、私が市長になる前の年は125億円程度、全国平均並みでした。それは最後は297億円と 2.4 倍にまで子ども予算が、2倍以上に倍増以上した状況なわけですね。125億が297億ですから、172億円ですね。ある意味、お金が子どもに振り向けられた形になりますけれども、そのうちで今お伝えしている5つの無償化、もう一回言いますけども、18歳までの医療費の無償化、第2子以降の保育料の無償化、中学校の給食費の無償化、そして、遊び場などの、無償化、さらにはおむつですね、自宅に届けて無償と、この5つの無償化にかかる費用は大体34億円ですから、ある意味増やしたお金の172億円のうちの、基本的な5分の1程度で5つの無償化ができているという形になります。また全体予算の2000億から言いますと、34億円というのは 1.7%、 もういつも何度もお伝えしていますけど、一般家庭に置き換えて説明すると、世帯年収、共働きで600万円の世帯年収の家庭に置き換えると、 1.7% というのは1年間で600万、1ヶ月だと12で割って50万、50万の 1.7% は8500円、要は8500円の子どもの月謝代に相当するような比率、つまり子どもの月謝代、子どもの習い事、子どもが何か勉強を始めたい、子どもがピアノやサッカー教室行きたい時の月謝の8500円を親が子どものために出す気持ちさえあればですね、1.7% 出す気持ちがあれば できる程度の話、その気持ちと同じぐらいで自治体としては、明石市としては5つの無償化ができたというような比率になりますから、もちろん家庭と自治体は一緒ではありませんけれども、比率で言えばその程度の比率でできる話でありまして、5つの無償化というものはそんなにびっくりするほどの金額を使っているわけでもないわけでありまして、明石市はそれ以外にもいろんなことやっています。さまざまな環境整備で、学校の少人数学級化を進めたり、児童虐待防止対策をしたり、養育費を立て替えたり、最近では児童手当を16、17、18歳にも支給始めたりしていますので、あれもこれもどれもこれもしていますから、5つの無償化だけではありません。ただ5つの無償化には一つ象徴的なメッセージが込められています。どういうことかというと、子供を育てるのはあなただけ、親だけではなくて、町のみんなでしっかりと育てましょう、応援するよという考え方が根っこにあります。5つの無償化のポイントは何か、これは要は現金給付ではなくて、かかるかもしれないお金をそれ以上は結構ですよというところにポイントがあります。用語で言うとベーシックサービスという言い方しますけど、基本的に子育てをするときにかかるである費用、かかるであろう費用をもうそれ以上はいりません、大丈夫ですよっていう発想なんですね。でもうそれ以上はいりませんという言い方は何かというと、要はすでに、市民国民はすでに税金とか保険料などですでに負担をしている。これ国に置き換えると国民負担率5割程度と言いますけど、要はすでに、市民国民は負担をしてるわけです、行政に対して。でそれ以上もう一回二度払いさせる必要はなくて、もうすでに前払い済みですと。もう市民の皆さんから税金や保険料でも預かっていますから、そのお金で十分やりくりできますから、もう一回払わなくてもいいですよというイメージ。これも例え話にすると、東京であればディズニーランド、関西であれば USJ に年間パスポートを買ってる状況みたいなイメージですね。もう年間パスポート買っておられますから、もう気持ちよくもうディズニーランドも USJ も遊んでくださいと。もう極めて特別な催しでもあればさらなる追加料金ってこともあるかもしれませんけど、もう基本的なところはもう年間パスポート買っておられますから、皆さんお金気にせずに楽しんでくださいねという発想なんですよ。つまり5つの無償化というのは、もうすでに預かっている税金保険料でもう前払い済みなので、
それ以上はいりません。そのお金でみんなで応援しますので、ただお子さんを育てるというのはお金もかかりますけど、いろんな気も使うし手間暇も大変でしょうから、もうすでに大変なんですから、それ以上お金まで大変な思いをすることはありませんという考え方に立っています。まさに町は子供は町の未来ですから、子供は親の持ち物ではなくて、子供というものを町のみんなで応援することが結果において子供や子供とその親だけじゃなくて町のみんなに対してもプラスに働くという考え方で、現に明石市はその考え方に基づいて子供を重点化、再重点化した結果ですね、安心が生まれて人口も増え、来る人も増え、地域の経済を回り始めですね、好循環となり、ある意味子供と直接関係がないと思われるようなお年めした高齢者や、まあ、いわゆる商店街や産業界も潤ってきたという状況ですから、子供を本気で応援すればみんなが幸せになるというのは本当に昔から言い続けていますけど、まあ、明石で一定程度、まあ、証明できたかなと思っていて、でこのことは明石だけじゃなくて他の町でも基本的には、重なり合うことが多いわけですし、まして言わんや国の場合もですね、あまりにも子供に冷たい日本ですから、ちゃんと他の国並みぐらいはすぐに、そしてこれまであまりにも子供に冷たかったですから、他の国以上に子供や教育というものにお金も人もエネルギーもしっかりと、使っていく時期が来たと私は思っている立場です。まあ、明石の、子供施策についてのお考え方ご紹介申し上げました。泉チャンネル質問です。まあ、いわば前払い泉ということで、はい、まあ、親も安心するし、まあ、子供もそれの恩恵を預かるということで、はい、結構それをきっかけに市政に興味を持ったりってすることもあるかなと思うんですが、はい、そこに関して実感とか思いますか？そこはそうですよ。やっぱり感じます。明石市民からは助かってます、ありがとうと、もう市長の時代も言われましたし、市長を辞めた後も今でももう本当に今でも私の顔を見かけたら走ってきてありがとうございますって一言言いたかったですって方多いですからと思います。で加えてですね、先ほども少し言いかけましたけども、明石市最後の段階でやった政策の一つが児童手当の拡充をしました。まあ何かというと、16歳17歳18歳、国においてはまだこれからでありますけども、明石においては先んじて全国初で16歳17歳18歳にも児童手当の支給を始めました。で明石のポイントはその支給に関して申請をしてくるのは子ども本人です。16、17、18歳のまさに子ども本人が自分の名前で明石市に対して児童手当の支給の申請をしてくる制度にしました。親ではありません。そして振り込む口座も子ども自身の名義の口座です。親の口座ではないんです。子ども自身が例えば生まれて初めてかもしれませんけども、自分の名前の銀行口座を作り、その口座に対して明石市が児童手当を振り込むという形にしました。まさに子どもは親の持ち物ではないんだと、子どもは子ども自身の主人公なんだ、人生の主人公なんだと、子ども自身が明石市と関わりを持ち、明石市があなた自身、子ども自身を応援するという考え方で、これも今質問ありますけれども、社会との接点、行政との接点、16歳、17歳、18歳が生まれて初めて明石市に自分の名前で申請をし、自分の口座にお金が入ってくるということを経験することが、まあ、社会とのつながりを、まあ、感じてもらう一つになるんじゃないかと私は思っています。これもぜひ広がってほしいなと思いますけどね。もう一つ、まあ、子供そのものと泉さんの12年間の接点で言うと、さすがにまあ子供が泉さん5つ無料がありがとうございますって言わないにしろ、なんか泉さん泉さんみたいな感じで結構関わりが持ててるなとか、そういった実感とかありましたか？そこは大事だ。いや、そこは私今髪の毛白いですし、よくいろいろ勘違いされますけど、私自身はそれほど市長になった時は子供はまだまだ本当にちっちゃかったですし、子育て真っ盛りですから、私自身が子育て中の立場で明石市長を12年やりましたので、まあその子供の、友達も含めたり、まあ、いろんな形で実際子供たちの声を聞くことは多かったですから、別に自分自身でもその時聞いてきました。で、明石の駅前であれば中高生に関しての、音楽スタジオ作ったりダンススタジオ作ったり、よく立ち寄ってましたから、その時にいろいろ会話をしたりもありましたし、そういう意味ではかなり中学生高校生ぐらいからはいろんな声は入ってきました。はい、そこは実感していますね。はい、なんかそういう街が増えたらなんかすごい明るいというか、この国自体が
前向きになるかなと。そうですね、はい、子供の意見表明権とかいうことも言いますが、そういう言い方もありますけど、私としてはやっぱり政治家がまさに子供自身の声を聞くということは大変重要だと思いますので、特にまあ離婚などの際にも私は思うんですけど、親同士が、まあ、離婚するときに子供の意見はほとんど反映されていませんけども、日本以外の国は大抵子供に対しての一定の手当を行政や裁判所などはしていますから、ちゃんと子供の人生にも大きな影響を与える際には子供の意見、子供の考えを聞くというのは当たり前だと思いますから、まあ、そういった社会になってくれたと思っています。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。